よし、始まります。お願いします。始まりました。お願いします。お願いします。改めまして、こんばんは。こんばんは。今日は未来への鍵第9回になります。ゲストは名古屋グランパス山崎亮吾選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。9回もやってんのか、この企画。どう、時差とか見てる？見てますね。あれたまに17年のメンバー渡りも見たし、そうですね、渡りとか、カズくんのも見たかな、カズくん。うんうん。うん。3回か見たことあります。ありがとうございます。快諾いただき。はい。いや、キャプテンでいいことなんで、はい。あ、余裕は。いや、でも、両方と、真剣というか、改まって話す機会ってそんなにないからね。なんか誰と話してもそうなんだけど、ね、うん、うん。今日はいろいろ、あんまり今まで話してこなかったようなことを聞けたらなという会議したいなと思います。はい、まあ、裏側で日本代表戦がやっているにもかかわらず、こっちで対談企画を回すという結構、サッカー界ではファンキーなことをしている時相ですが、皆さんも。見に来てくれてる方いるんですかね。161かな、今。ああ。たくさん来てくださって。嬉しいです。ね。やっていきましょう。お願いします。お願いします。両吾に出会ったのは24の年ぐらいだったかな。2016年だから。そうですね。24の年ですね。一緒にやってると、やっぱこう、サッカーの話をする機会がどうしても多くなってしまって、うんうん、なんかあんまり、その両吾のパーソナリティというか過去というかキャリアのこととかあんまり実は知らないから、なんか今回はいい機会だなと思ってちょっといろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、まあ逆に両吾も聞きたいことがあればいろいろ、はい、聞いてくださいというところで早速やっていきたいなと思うんですけど、まあ岡山県岡山市出身か。そうですね、岡山市出身で。全然関係ないけど、なんかその両吾のさ、あの小学校と中学校のヒーロービゼンってさっき話してたじゃん。はいはいはい。もう全然ヒーロービゼンっていうから申し訳ないですけど存じ上げてなかったんですけど、はい、ビゼンおまちっていう日本酒のお米の銘柄ってすごい美味しいのよ。だからビゼンという語呂にはなんかすごいこう敏感で、あ、ここ日本酒うまいとこやんって思って見てたんだけど、さっきウィキペディアを。そこのビゼンと一緒なんですか？一緒一緒、岡山の備前。そうなんだ。うん。備前焼きっていうのは有名なんですけどね。あ、何それ？それ何？焼き物なんですけど。おお。はい。え、食器っていうか、なんていうの？なんか、大谷焼きみたいな。そうですね。とか、いいね、まあ。そんなんあるんですね。全然知らない。そう、あるのよ。ちょっと調べてみて、今度。はい。岡山人なら。というしょうもない話からスタートさせていきます。はい。で、まあ、多摩の興南高校時、まあ、さっきちょっと話した寮をトップ下だったっていう話を聞いて、うん、いや全然知らなかったんだけど、はい。フォワード、生粋フォワードじゃないんだね。そうそもそも小中学校の頃はもう結構ドリブルっていうか、うん。そっちで、高校の時もトップ下やってて、うん。うん。え、利き足はずっと左？ずっと左ですね、ちっちゃい頃から。あ、そうなんだ。手は、はい、手は右なん？ちっちゃい頃。手は足だけ、そうですね。足が右ですね。そうなんだ。うん。トップ下やってたってことは、そんなになんか、あ、でもゴールは好きだったのかな、ちっちゃい頃から。いや、パスの方が好きだったですね。あ、そうなんだ。はい。いつからそんなゴールゲッターになったの？だから大学からフォワード始めたんで、
そっからっすね。本当に。で、マジで高校の友達とかからは、誰みたいな。プレイスタイル変わりすぎて。中学校から高校、多摩のコーナー上がるときは、何、推薦？いや、それは、いや、実技ですね。体育科受け実技。たんですけど、サッカーの実技と、あとは、小論文と面接ですかね。小論面接実技。まあだからあれか、スポーツ推薦っていうか、そうですね。俺が高校行った時と一緒なの。なんか100メートル走とかやるやつ。ああ、100メートル。100メートルはやってないけど、体育館でなんかやりましたね、ジャンプとか。ああ。跳躍とか。うん、シャトランは？サトランもやりましたね、多分。はい。やりそうましだよたね。ね、やりそうました。いう系ではい。実技でやって、で、面接と、面接やって。あれでしょ？憧れの人は誰ですか？みたいな。あ、そうですね。そうでしょ？なんて答えた？いや、憧れの人っていうか、覚え本て当にる？多摩の高難に憧れてたんですよ、僕。あ、そうなの。はい、中学校の頃から本当に。作業じゃないの？作業じゃない、岡山県、県立なんで。作業は私私学？立ですね。あ、そうなんだ。結構県外の方多くて。そこにやっぱり、中学校の時も結構見に行ってましたもんね、多摩の高難試合。あ、そうなんだ。はい。選手権とかも出てたんで。って感じですね。そそのれ、思いを面接でぶつけました。はい。ちょ、なんかないの？なんて言ったか。なんて言ったかって、本当に、覚えてるやいや、つ。細かいの覚えてないですけど、本当に、昔から好きでって言って、ここでサッカーやりたいんですっていうことは伝えましたけど。おお、熱いね。なんか俺、憧れの人というか、尊敬する人っていうありきたりな質問が、まあ、大体あるから、みんな準備していくじゃん、父か母って。俺、中田英寿って言ったから。待ってるでしょ。そんななんか用意されたものを言わないっていう、強いですね。あ、なんいいですかか。謎のプライドで、そういう辺鄙さだっすがですね。その時からやっぱり自分持ってます。自分持ってんのか分かんないけど まあまあ、それで、その熱い気持ちが、じゃあ、通じて、高校に入ることができたと。うん、そうですね。なんか、気になるのはさ、良子はなんかこう、なんて言うんだろう。そう、勉強っていう意味で、賢いのかどうかとか知らないから、サッカーにはもちろん真面目だし、学習意欲高いし、まあ、目標も高いし、まあ本当こう、プロサッカー選手としてのこう山崎亮吾は、まあ少なからず分かってるつもりだけど、なんか例えばじゃあ今高校生とか、まあ、ちょっと若い子たちがまあ見てると仮定して、どんぐらい勉強してたのかなっていうのは気になるんだけど、そう高校入ってからとか。結構さ、強い高校ってさ、まあ分かれるじゃん。文武両道でバシッてやるタイプか、もうひたすらサッカーに特化して、サッカーの時間がこう確保されてる高校か、別にこれ良し悪しじゃなくて、まあタイプがあって、なんかどっちの、多摩のコーナーはどっちだったのかなとか、山崎亮吾はどう考えてたのかなっていうのは、どうですまあか？でも、多摩のコーナー、体育科だったんで、まあやっぱり、本当にスポーツに特化した生徒たちもいたし、もうスポーツだけで、みたいな。で、僕がいた同級生、サッカー部が、結構勉強できるやつ多かったんです。キャプテン、副キャプテン中心に、本当に大会でも上位入ってて。で、そういうやつらにやっぱり影響されたっていうのが大きくて。で、そこでやっぱり、なんか変なに負けたくないとか思っちゃったんですよね。勉強で、勉強でも。はい。で、それがやっぱり、大学のあれにもつながるじゃないですか。内心症的な。だから意外とやってた方だと思うんですけど。家でもやってた。家ではテスト前だけですね。あ、でもテストテ前ストはしっかり前、しっかめりに。やってました。やってた記憶ありますね。そうなんだ。なんかそれがこうサッカーとつながったみたいな感覚ある。いや、勉強してない子もいるでしょ、周りに。います。なんかそっちのタイプと自分をこう客観視したときに、いや、やっといてよかったなって思うのか。
まあ、どっちでもいいんじゃないですかっていうような感じなのか。そうですね。いやでも、どっちが正解か分かんないですよね。まあ、もちろん、もちろん。はい。僕も福岡大学に行く予定はなかったんで。うん。はい。そういうのも含めて、本当に分かんないですけど。でも、やっとかなかったら、つながんなかった可能性あるよね。ああ、そうですね。つながんなかったかもしれないですね。ある程度ちょっとやってたんで。うんうん。うん。そうだよね。だから今、打ち合わせ の話がちょっと延長しちゃってるから、みんな何のことか分かんないから、話すると、まあその、高校生の時に、まあ、大学行きたい大学があったんだよね。そうですね。ちょっとその辺の話、もう一回してよ。行きたい大学、関西の方の大学で。それサッカーしにだよね、基本は。そうです、サッカーのスポーツ推薦で。うんうんうん。そうですね。まあ、高校2年ぐらいから見てもらってて。うん。で、3年生になって推薦あげるよってなって。うん。うん、で、推薦もらって。で、まあ、面接と、小論文はやんないといけなかったんで。うん。それを試験受けに行って、うん、だからサッカー部のマネージャーもついてきてくれて、うん、だから山崎君大丈夫だから、おう、青春ドラマ、はい、もう自分出していけばいいからみたいな感じで、おういいことや、はい、で僕何もしなくていいんすかみたいな、うん、いや大丈夫大丈夫って言ったら、うん、まさか面接で英語10行出されて、うん、これ読め略せって言われて、おう、聞いてないと、いや聞いてない、これはめもう、あ、もうめっちゃ覚えてます、あれは。ちなみに難しかった、やっぱその10行の英文は。いやめちゃくちゃ難しかったですね。あ、そうなんだ、当時の山崎にとっては。はい、やっぱ高校生のテストとか、やっぱり自分が言ってた体育館のテストとか結構暗記したらできたんですよね。うんうんうん、全て英語も、うん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 、それ初めて見た英文だなと思って、うん、大事な面接で、いやもう本当に、いやで、まあ力及ばず、そうですね。で合否が選手権の決勝の前々日ぐらいだったんですよね。うん、県予選のね、岡山の。そうですね、県予選の、うん、結構で監督に、はい、監督に呼ばれて、うん、でまさか落ちたよみたいな、うん、で俺もマジっすかみたいなって、うん、でその後練習合流はい練習合流して、でみんなこうやって両方めでたみたいな、いやおもろいやん、いやおめでとうってなって、いや落ちたんやけどっつってえっつって、はい、ってなりました。で選手権決勝どうやったの？負けました、4-1で。響いてる。それ響いちゃってるじゃない。はい、前半0-3です。前半0-3、もう。はい、響いちゃってますね。完全にもう、ふわついちゃったね。はい。いや、まあ、その結果と結びついたから、今、冗談であれしましたけど、まあ、たださっき、ちょっと前に話した、その勉強してたからこそ、まあ、ちょっとはこう、その、なんですか、英語授業を解けるほどの勉強はしてなかったけど、いやー、全然してないです。とはいえ、まあ、その出るテストに関しては赤点を取らないとか、まあ、しっかりこう勉強して点数取るってとこで、うん、まあ、後の福岡大につながっていくっていうことですか？そうですね、福岡大学につながりましたか、ね、そういう意味ではやっぱりやらないよりやっとかないと、なんか勉強ってちょっと話それるけど、やりたい人あんまいないじゃん。え、ケン君やってました？俺やってた方だと思うけど、あ、やりたいっていう感じではなかったかな。あ、でもやってたから、その俺もそのクラスの中ではそこそこのまあ順位を取れて、うんうんうん、で後にその日体大の、日体大も指定校推薦だったから、うん、あ、そうなんですね。そう、成績がいい人から日体大志望したらいけるみたいなシステムだから、成績取ってないとその優先順位下がっていくから、うん、上の人が日体大行きますって言ったらもうその人が行けちゃうから。ああ、そういうことか。そうそう、だからやっとかないとなんか取れない
勝ったから、うんうん、まあ、だからこうやっといてよかったなっていうのは今思えばあるけど、うんうん、でもなんかやったからどうなのっていうのあるじゃん、勉強って。まあそうですね、その先の人生で全然、まあ、全然違うって言ったらあれですけど、うんうん、でもなんか分かんないから、本当何が起こるか、うん、どうつながるか、何が起こるか分かんないから、やっとけってとは思うよね、うん、今になると。そうですね、その時は全く分かんないですもんね。分かんないし、うん、別にやりたくもない気持ちも当然分かるし、でもなんかやってないよりやっといた方が結局後から自分にこう運が回ってきたりとか、タイミングよくなんかと巡り合ったりする可能性は上がるから、やんないよりは、うん、っていうのはね、まあ、サッカーや部活動でやってたりするなら結構往々にしてあるなっていうのは、うん、まあ、両方の話聞いてても俺自身の経験から言っても、まあ、あるなっていうのは思うよね、うん、まあ、なんかそんなこんなで、だから勉強しといた山崎亮吾、第一志望まさかの、はい、まさか英語に敗れたけど、でもちゃんとつながってるもんね。そうですね、その後福岡大学に、うん、行って一般入試で入るから。ああ、そうかそうか、一般入試で入ったのか。そうですね、一般で入ったから勉強も少しは役に立ちましたね。サッカーのセレクションとかじゃなかったってことだよね。そう、セレクション実技もありましたね。あ、実技もあって、実技100点、国語と英語が100点ずつか、うん、また英語出てくる。はい。だからみんな部活帰っていく中、僕放課後英語の先生と国語の先生と1時間ずつやってました。おお、はい。これあれ、落ちてからってことだよね。落ちてからですね。そうですね。僕が大学に向けて。どのぐらいの期間だったんですか。いやー、結構2、3ヶ月やりましたね。おお、はい、3ヶ月ほぼ毎日。まあほぼっすね、ほぼ毎日っすね。いや、これもう今の話だけでも結構ヒットする学生多そうだけどな。めちゃくちゃしんどかったっすよ、マジで。えぐかったっす、マジ。聞かして聞かして。はい、あんだけ切って一番最初決まるみたいに言ってたんですけど、うん、決まったら一番最後っす。体育科で一般入試受ける人いないんで、なかなか。うんうんうん、はい、みんな推薦とか行ったり、確かに、はい、指定校とかだった。その他になんかなかったの？推薦枠というか、まあ、ある意味、こう、ちょっと楽していけるとこみたいな。あ、ありました、ありました。ありましたけど、うん、全、まあ、断って、その、関西の大学に決めたんで、うんうんうん、その関西の試験も結構遅かったんで、推薦の中では。ああ、そっか、そっか。そうですね。そこの手前でもうすでにあれか、切ってたって。そうなんですよね。で、どこもないってなっちゃって。なるほど。はい。いやー、もう面白いわ、過去の話。はい。結構苦労してます。じゃあちょっと、どう？その、じゃあ実際福岡大学行ってみて。うんうん。なんかこう、なんだろうな。大学サッカーで、俺も大学サッカー出身だから、はいはいはい、いろんなこと学べたし、いろんなことしてきたと思うんだけど、うんうん、どんな印象が強いですか、大学サッカーで。まず、なんか福岡大学プロを目指す選手、うん、人間が多くて、うん、まあ、先輩たち含めて、うんうんうん、それが最初びっくりしたのと、うん、まあ、そういう中でサッカーしていくと、なんか、なんだろうな。いろんな発見があり、なんかやっぱり、本当にプロになりたいって思いました、大学の時に。そもそもプロになりたいっていう、あれは、いつからあったの？夢？あれ、夢は幼い頃からずっと変わってないんですけど。うん。けど、明確になったのは大学1年生になって、うん、まあ、試合出させてもらって1年生の夏ぐらいからですね、うんうん、まあ、そこで、うん、やっぱりプロ目指したいなと思ったのと、うん、
1年生の冬にその全日本の選抜の方に呼んでいただいて、そこでいろんな選手と出会って、刺激もらいながら、なるほどって感じですね。その幼き頃抱いた夢ってプロサッカー選手になるっていうことが夢だったのか、なんかどっかのクラブでとか海外でとか、なんかいろいろあるじゃん今の子たちって。はいはいはい。具体ではあった、なんかプロサッカー選手になる。いや具体的はなかったっすね。じゃあなるのが夢やったってこと。なるのが、そうですね。僕ちっちゃい頃多分ファジアのまだプロじゃなかったんで、身近にもプロチームなかったですし、っていうのもありましたけど。なるほど。で実際トスで、まあ、特別指定から行ってるよね。特別指定、はい、行ってます、行ってます。そうだよね。まあ、その辺からだからプロが結構もうリアリティを帯びてきた中で、うん、まあ、なることが夢だった山崎亮吾は、なってから実際どんな心境、なった時どんな心境だったのか。そうですね。覚えてる？なった瞬間、契約交わした瞬間。覚えてます、覚えてます。どんな気持ちだった？まあ、その時にはもう、なるじゃなくて、もう、いち早く活躍する。そのチームで活躍できるって自分は思ってたんで、うんうんうん、自信もありましたし、うんうん、その時はそう思ってました。なるほど。活躍ってことはもう点取ってとかそういうイメージ。そうですね。点取って、チーム勝たせる。なるほど。どうでしたか、実際。うん。簡単にへし折られましたよね。へし折られた。はい。何もできず。でも俺、練習試合したの覚えてるよ。俺、水戸の時、多分。沖縄でやりましたね。沖縄で、そうそう。はい。大卒、その時1年目だよね。1年目ですね。そう。で、俺、メンバー表を見てて、なんか、終わってから見たんだよね、多分。で、あのフォワード1年生なんだと思って。うん。俺、亮吾のことめっちゃ認知してたよ、その瞬間。マジっすか？うん。あれはいい選手になるな。なりそうだな、っていうのは思ってて。スピードもあるし。まだちょっとなんか、ボールタッチはそんなにこう、上手ではなかったけど、当時は。でも、ダイナミックさと、左足と、スピードと、高さもめっちゃ活かしてたっていう感じでもなかったけどな、まだ。そうですね、その時は全然。どっちか裏抜けて、裏ですね、流れてって感じ、ね、そうですね、全然、背負ったりとか、ヘディングとかは全然やってないですね。ね、まあ、やってないこともないけど、別になんか好きとか、なんていうんだろう、その自分のプレーの幅として、ちゃんと持ってるっていう感覚ではなかった気がしたっていう。うん、まあでも、だからそうそう、山崎徳島来るってなって、これは面白いぞって思ったの覚えてるもん。山崎一緒に入りましたもんね。そうそう。一人でワクワクしてた、あの時のオフ。懐かしい。何の話したっけ。ちょっと脱線しちゃった。あ、そうか、トスで。プロ入って、そうですね、プロ入って。折られたっていう話ね。うん。から、まあ、徳島にか。その後すぐ徳島だもんね。そう考えた。亮吾だって今年29でしょ。もう、そんな昔の話になるのか、これ。そうですね。結構昔ですね。昔だね。なんか全然昨日のことのように覚えてるから変な感覚だわ。もう5年とか前でしょ。ケン君、徳島5年目ですか？ 6 年目。6年目か。うん。どうすか？その、フォワード、もう、とすると、4クラブか。4クラブ目か。で、フォワードとして、試合数も重ねてきたと思うけど、カテゴリーもね、変えながらやってきたけど、なんか違いあります？こう、フォワードとしての役割というか。ああ、違いもちろん違うと思うんだけど。うん、まず、求められるものも違うじゃないですか、監督、チームによって。だから全然違いますね、本当に。なんか、具体的に、その、守備で求められることも多分違うし、攻撃で求められることも違ってくるのかなっ
ていうのは思うんだけど、うん、なんか全部変わっちゃうの、そのやり方が。山崎亮吾のプレイスタイル、なこれは生きてるみたいなことないの、共通して。でも、まあ、それこそ僕の中で最初超長嶋監督で、うんうん、シャドウやったじゃないですか、覚えてます、僕覚えて覚えて、うん、後半戦結構シャドウやったんですよね、うん、あれワントップ渡り、渡りですね、うんうんうん、覚えて覚えて、右のシャドウが多かったよね、右のシャドウですね、うん、あそこで少し幅広がったと自分で思ってますね、プレーの。あー、なるほどね。でそこの伏線がありながら、まあ、理科が就任して、うん、そこで、まあ、サッカー感がガラッと変わって、うん、やっぱり要求されることも、うん、ポジショニングも、うん、すごく細かく言われて、うんうん、そういうのはすごく今でも本当に役に立ってますし。あ、はい、リカルドのあれがやり方が、そうですね、やり方とか。なるほどね、生きるんだやっぱ。生きますね、やっぱり立ち位置とか、うん、やっぱりチームでボールの動かし方だったり、うん、ポジションの取り方ってやっぱり大事ですけど、うんうん、まあ自分一人でもできるじゃないけど、うん、ここに立ったら相手も来れないしとか、うん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 、ここで受けたら味方ももらいやすいしとかっていうのは考えながらやってますね、うん、なるほど。なんかこの前の A 代表対 U24 代表見た？見ました見ました。A 代表の選手のそこのなんか個人戦術の高さすごくなかったって思って、すごいですね。見てたんだけど。なんか、全然違いましたよね、なんか。うん。チームとしてそうしてるっていうより、うん、なんか本当、気利かせてそうしてるっていう感じには見えて、うん、なんか海外で選手やってる選手たちって、そういうことも、俺とか、まあ、亮吾もそうだと、教わらないと分かんない。うん。けど、まあ、向こうで教わってるのか、海外で教われるのかどうかちょっと分かんないけど、でもなんかそこの教養が高いなっていうのはめっちゃ見てて感じたんだよね。うん、個人戦術。個人戦術というか、まあ、なんか自分がそこに立ってあげることで、うん、なんか相手を困らせられるみたいなところの的確な位置取りが、なんかこう、うん、あんまり狂いなくできる、その瞬間その瞬間、うんうんうん、っていうのはすごい感じて、ああ、なんかやっぱ頭いいというか、簡単に言うと頭いいみたいな。いや、そうっすよね。あれチームで言われてないんですかね、やっぱ個人で考えながらできてるんですかね。多分なんかチームで言われてるんだとしたら、もっとなんか多くのシーンでそういうのが見られそうだけど、うん、どっちかっていうとなんか、うん、スポットスポットで変化させてきてる感じがしたから、相手見ながら、それこそ、はいはい、だ俺にはそう感じたっていう感じなんだよね、うん、だから U24 の方がなんかなんていうの、戦術というかプランみたいなものに、うん、をかなりこう遵守してるというか、規律の中でやるみたいな。攻撃に関してもそんなにこう、多分攻撃は規律があんまない、お互いになさそうな感じで、うん、だけどそこのなんか立ち位置で相手のこうズレを作るとか、相手を困らすみたいなところがあんまりないから、うん、こう1対1なんとかしてくれみたいな感じとか、うん、相手にこう捕まっちゃう位置とか、こうボールにどんどん寄ってっちゃってスペース自分たちでなくして、まあ、向こうの方がパワーあるから、うん、近い距離だとちょっと難しくなっちゃってみたいなとか、なんかそういうイケイケな感じがまあ良さでもありつつ、でも A 代表の選手とのこう考え方、サッカーの考え方の違いっていうのもなんか見えた気はしたっていう、勝手に。だからそういう意味では面白かったなっていう、なんかあれだけど、俺の個人的な感想の話になっちゃったけど。いや、そうですね。戦術ってすごくて僕は結構好きなんですよね。うんうん。結構。あんま多分言えないと思うけど、でもマッシモさんもあるでしょ。戦術家じゃない、どっちかっていうと。そうですね。すごくやっぱり相手のことも見るし、うん。でやっぱり
毎試合毎試合、試合に向けて、その戦術の練習というか、うん、そういうのもやっぱり時間かけてやりますし。って感じですね。両吾が、湘南行くときに、目標を俺に力強く語っていったんだけど、覚えてる？はい。覚えてます。覚えてる。はい。どうなの、そこは。そこはブレてないですね。ブレてない。はい。僕はまだチャンスあると思ってるんで。うん。はい。あるでしょ。かっこいいね、山崎良吾。いやいや。僕もケン君に聞きたいことあるんですけど、いいですか？どうぞ。反撃、どうぞ。反撃っすか？英語っすか？いや、英語できないんで。結構、徳島の試合も結構見るし、うん、やっぱり湘南の試合も見るし、うん、その中で、やっぱり19年、20年、リカが作り上げてきたサッカーの中で、うん、まあ、今年も、まあ、カテゴリーも変わりましたけど、うん、まあ、監督が変わった中で、今の徳島サッカーをケン君はどう思ってるのかなっていう。なるほど。どう思ってる？少なくとも、うん、その、違う建物を建ててると思ってる。だから、リカルドファミリアはもう終わって、うん、また違う、こう、建造物を新しく建ててるっていう感じ。だから、リカルドのサッカーも、世の中的に知られてるサッカーは素晴らしい、こう、ポジショナルプレーというか、ポジショナルサッカーっていうものを、世の中の人は分かってると思うけど、うん、でも、作り始めた時、俺らもそうだけど、これ何ができるか分かんなかったわけじゃん。うん。全貌をね。うん、やり始めた時って2017年は少しこうなんか新しいなっていう感じはしたけど、うん、でも実際になんかこう出来上がった形がじゃあ2020だとしたら、あの時出来上がったことなんて何一つなかったわけで、目新しさはあったけど、うん、で2018年はなんかこう目新しさがあって、引き続きこうその建物を建てていく中で、まあこう少しこう設計ミスがあったりとか難しさがあって、うん、まあちょっと歯車噛み合わずっていうのもありつつで出来上がっていくわけじゃん。じゃあそれで言うと、まあまたその2017年っぽい感じ。ああ、新たに。新たに、まあ何が出来上がるのかとかもわからないし、うん。うん。じゃあその時の感覚に少し似てるんですかね。似てる似てる。起きてることも似てる。錯誤しながらっていうか。うんうんうん。うん、そうそう。だからあの時の経験って今すごい生きてて。うんうんうん。だからなんかこうリンクすることも多いし、リンクすることが多いがゆえに、昔はそれにこうストレスだった時もあったけど、まあちょっとこうアレルギー反応とか。うんうんうん。あったけど、まあ今は別にそんなにないかな。まあそりゃそうかって思えることが結構多々ある。ただなんか、亮吾が感じてる違和感なのか、まあ亮吾が聞きたいことの意図としては、だからそう、なんて言うんだろうな。気分爽快、これ俺たちのスタイルですっていうものではないよね、今。そうさ、俺が見てきたっていうか、やってきたっていうか。うん。まあ、なんだろう、2020年、2019年。うん。まあ、プレイオフもやったじゃないですか。うん。うん。あの時と比べたら、やっぱり、まあ、ポジションの流動性だったり、うん、選手の配置だったりっていうのは、やっぱり、うん、まあ、監督も変われば絶対変わるんで、うんうん、そこをやっぱり、ケン君はどう思ってるのかっていうのは知りたかったんで。いや、ね、面白いのは、やっぱね、両者、メリット、デメリットがやっぱりちゃんとあって、うん、うん、それはやっぱこう、サッカーが、なんていうんだろう、表裏一体というか、まあ、光があれば影があるように、うんうん、ちゃんとこうどっちがいい悪いっていうよりはどちらにもいいことと悪いことがある感じはする、うん、ただなんかこう
今はそんなにないけど、唯一難しさを感じたのは、うん、そもそもなんか自分たちの中で悪い何かを持ってて、戦術的なとことかも含めて、うん、まあ、リガルの坂じゃ全然うまくいってないみたいな。うん、で、まあ、今のこのダニー監督来て、これをやるってなった時に、これを捨てるのはめちゃくちゃ簡単じゃん、うまくいってないから。ああ。でも少なくともこれで成果を出して、一定これで俺たちできるってなってる時に、一旦その建物を壊すか、まあ、ポイってやって、今からこう建てるよって言われた時の難しさは、うんうん、まああるよね。それ人間は、誰しも。まあそうですよね。うん。美味しいものわざわざ捨てなきゃいけないっていう。まあそうですね。で、理由もないのに、捨てる理由もなくないみたいな。だけど、いや、捨ててくれみたいな話で。ああ。だからそこになんかこう、うまくこう消化が追いつかない。うん、現象っていうのはチーム内で起きてたの、まあ事実あるかなっていう。今はそんなにないけど、そこに関してはね。まあそこはしょうがない、しょうがないじゃないけど。いや、しょうがないんだよね。しょうがないですよね。やっぱり、やっぱ積み上げてきて、うん、やっぱり昇格もしてるし、うん、そうなんだよ、ね。自信もついてるし、戦勝のうの、ん。で、人も変わってない。そんなに。そうですね。うん、そのやり方で伸びた選手もいるだろうし。うん。まあ、やっぱり、そうですよね。難しいんだろうな、とは思ってました、僕も。難しいね。まあ、ちょっと前が、もう、すごい難しかったね。ああ。うん。1ヶ月半ぐらい前ぐらいが。うん。一番難しかったかな。ここ最近では。でも名古屋と試合したらすごく勢いもあったし、うん、結構全員の共通意識もありながら、うん、とてもいいサッカーしてたなと思ったんですけど、うん、まあ、ベンチで見てたんですけど、うんうんうん、まあ、あの辺ぐらいからなんですかね、ちょっとずつ良くなっていったのは。そうそう。まあ、うん、あの辺とか広島かな、一試合目。ああ、その前節か。うん。とやった時に、まあ、結果は勝ったんだけど、でも後半最後の方2本ぐらいポスト、うん、とバーに当たって助けられたとこもあったから、うん、まあ、勝ったことが良かったっていうよりは普通に負けててもおかしくなかったから、うんうんうん、そこは置いといても、まあ、内容としては前半の広島の前半とかすごいこう割とこうやりたいサッカーに近いような展開にはなっていて、それがなんかじゃあ実際こう聞いてみてどうなのっていう話をすると、いやもうあれだよみたいな、俺が目指したいのはこれだよみたいな、もうまさにこのサッカーだよみたいな話とかもしてくれると、まあ、うまくこう調子が合ってきて、っていうタイミングで、まあ、名古屋さんとやらせてもらって、2位だし、まあ、実力のある相手、うん、守備も固くて、に対して自分たちがじゃあ、まあ、もちろんそんなにね、ボコボコにやっつけられる相手じゃないってのを分かってる中で、まあ、どれぐらい、向こうのプレッシャーも強いし、球際も強いって分かってるから、どれぐらいできるのかっていうところでは、まあ、一定その悪い試合ではなかったっていうところで言うと、まあ、うん、進んでるというか着実に、うんうん、建造物、さっきの建造物で言うと、まあ、立ってきてる感覚はあるけど、うん、でも今とかやっぱ練習期間すごいこう長い中でまだまだやんなきゃいけないことあるんだなっていうのは実感させられる毎日だね。ああ。まあ、新しいこと取り組んでるって感じですもんね。そうそう。ただもうすごい勉強にもなるし、面白いは面白いけど、うん。うん。でもそれがなんかみんなでこうちゃんと、こうなんて言うんだろう。漏れなくやるというか、うん。みんながちゃんと戦術理解して、ちゃんと適切なポジション取れて、ちゃんといい判断できて、ちゃんといい守備できて、うん、っていう風になるには、まあ、もっともっと時間が必要だし、うん、やっぱ毎日の練習をもっともっとこう突き詰めて追求していかないと、うん、いつまで経ってもできない可能性もあるし、逆に言えば、うん、まあ、できる限り短い期間でそれが完成することも起こり得るだろうしっていう毎日を過ごしてるから、刺激的ではあるよね。うん、漠然と過ごしてる感はないかな。だからそれは悪かな。結構見て、うん。結構試合見てるんで、ちょっと。やっぱどんぐらい、やっぱりケン君、
中心じゃないですか、やっぱり、なんて言っても徳島は。うん。僕の中であるんで。うん。だから、いろいろ気になりました、そういうチームのことが。まあまあ、俺が中心でいるのもそう長くないやろ。いやいや、まだまだっすよ。でもまあ、そうね。本当だから新しいものを作ってるからこそ、まあ俺も新しいチャレンジをしてるし、うん、当然。だからやっぱ今までの見え方、自分に対する、うん、まあ俺が俺自身の見え方もそうだし、周りの人から見た俺の見え方も多分異なる、両方みたいに、まあ、生き生きしてなく見えたりもするだろうし、うん、葛藤してたりするにも見えるだろうし、なんだろうな、うん、もっと悪い言い方すれば、例えば、あ、岩も衰えたなっていうふうに見えるかもしれないし、まあいろんな見え方はすると思うんだけど、まあそれに付き合ってたら俺もキリがないから、まあどんな見え方をしているのかちょっと俺にはわからないけど、まあ自分で自分をちゃんと評価できてるというか、評価というか、うん、自分の立ち位置は自分でちゃんと理解してるから、まあそうね、まだまだ成長しないといけないなっていう。いいですね。ポジティブに捉えれてますもんね、なんか。うん。うん。そうだね。ネガティブにもしたけどね、一回。あ、いいっすか。うん、そうで。でも最近ネガティブになる時間がもったいないなってすごく思うんですよ。おお、どうした？かっこいいこと言い出したぞ。いや、大丈夫だね。いやいや、だから、まあ、常になんかポジティブでいたいというか、前向きで。うんうん、言いたいって本当に分かんない。自分自身はやっぱりそういう、なんだろう、落ち込んでたり、考え込みすぎると全然いいプレーできないんで、うんうんうん、分かる。本当にそこは本当に、なんだろう、意識的に前向きになるっていうか、うん、とは自分ではしてるんですけど。なんかどういうふうに整理してんの、それ。一人の時に整理してるとか、こういう時に結構整理つきますみたいな、ある？いやそういう気持ちですか？ん？整理してるときですか？一人のとき。いや、なんかその、なんかこうあったときに、まぁ、ちょっとこうネガティブに巻き込まれそうになったりするときがあるってことじゃん？やってると。はいはい、はい。それをどういうふうにこう転換してんのかなっていう。転換。そのときはやっぱ落ち込むんですけど、うんうん、でも、もう その次の日の練習からは、うん、もう前向きにやるし、うん、そういうネガティブな発言はしないようにしてます、僕はもう。意識的に。前向きに、その次の日には前向きに取り組むっていうのは、なんかその目標、今の両方の目標と紐づけてたりするのか、その日のテーマとして、なんか、ちゃんとこう決めているのかとかある、うん、昔自分はやっぱりそういうのがあると、その週の練習とかやっぱりなんだろう、ちょっとふてくしてプレーしたり、うん、ちゃんとやらなかったりっていうのは何回かあったりしてたんですけど、うん、そういうのってやっぱり評価する人にとってはやっぱり全然マイナスでしかないし、うん、まあ、試合に出す出さない決めるのは監督なんで、うんうんうん、だからそういう時間をよりなくしながら、うん、本当にやっぱりもっと向上心は常に持ってるんで、うん、そういう時間はなくしたいなとは思ってますけどね。なるほど。なんかあんま周りに依存しないっていうことっすね。でもあの湘南の時ケン君に電話したじゃないですか、あの遺跡の、遺跡じゃないですか、あの、なんだろう、チームがちょっと崩壊 してるとき。あ、はいはい。でもあれ以上僕落ち込むことはないと思ってます。うん。あの時のメンタル状況はちょっとえぐかったんで、僕自身。本当に。何回か電話させてもらって、相談にも乗ってもらったんですけど、ね。あれ、どうなの？役に立ったの？あれは。役に立ちましたよ。立った。結局、戦うことになってるんだけど。ああ、徳島と、うん、
いや、だから複雑だったんですよ、僕は。すみませんっていう。あのいや、山崎さん、話が違うんですけど。あの相談、いや、こちらこそすいません。あの相談にもあの乗らせていただいて、はい、あのやってきたつもりだったんですけども、プレーオフ決勝って湘南ってあの聞いてないんですけど、山崎さん。はい。あの時はちょっと高かったですね。複雑すぎた。なんか普段考えようなこと、考えないようなことも考えてたもんね、両方ね。そうですね、ちょっと、どうやったら勝てるかなとか。うん。本当にチームバラバラになってたんで。チームの話したよね、その時。そうですね、チームの話しましたね。まあ、ああいう騒動がありながら、うんうんうん。まあ、いろんな選手がいろんな思い持ってたんで、うん。難しかったですね。具体的に言えないやつって笑ってらっしゃるリスナーの方、リスナーというか視聴者の方がいるけど。はい。具体的には言えないか。そんなに俺でもめちゃくちゃ覚えてるわけじゃないんだよな、その話。俺が相談したやつですか？うん。いやいや、大枠の内容は覚えてるけど。うんうんうん。具体的にそんなに覚えてないな。選手見てきたらとか。そうですね。選手でやっぱり集まってとか。うん。やっぱり選手で一つになって話し合ってとか。うん。そういう話はしてたし。そうか、そうか。で、カズナリに相談したらとか、そういう話してたんだ。そう。キャプテンとか副キャプテンにも相談したし。あったな。もうカタール迫ってるけど大丈夫？両方。いやー、ほんと時間ないですね。あの時も同じこと言ってたよ。じゃあ今ちょっと、もう試合終わったかな。試合出とかないといけないな。まだ終わってないんじゃない？まだ後半、うん、後半してるかな、今頃。400人以上見てくれてるよ、でもこれ。いやー、ちょっと、まだ諦めれないですね。いや、諦める必要なんてないでしょ。はい、俺も諦めてないもんだって。いいですね。誰がなんて言おうが。諦めちゃったらな。そうですよ。やる意味ないとは言わないけど、そこまで言わなくても、でも、なんかそこに命燃やせる限り、うん、ね、一番いいよね、それが。いろんな人がハッピーになるよな。もし仮に俺代表になれたとしたら。うん、そうですね。っていう野望は持ってたいよね、常に。うん、いやでもなんか徳島のあのメンバーから代表とか出てほしいな。そうですね。ねえ。出てほしいな。だからお前がなれって話やねんけど。ケン君も十分可能性あるし。うん。あるかな。あると信じてる。なりますって。あると信じてるけどな。いやーでもあっという間に50分になっちゃったな。うん。ちょっとチャット欄を覗いてみたいなと。やっぱ、山田一郎さん。やっぱ個人事業主の集まりのプロでもそういうの大事なのね、と言っていただいてます。いや、でもこれ本当、個人事業主という雇用形態がもう本当あれっすよ。ややこしくしてるよね。うん。もう自分が活躍すればいくらでもっていう世界にいるからこそ、まあ、これでも何回もこの話多分僕どっかでしてるんですけど、個人が活躍すればね、どうにでもなれちゃう世界だからこそ、そんなにこうチームと紐づけていろいろ考える必要ってないんですよね、実際。でもチームが最大値出せた時、自分も最大値出せると思ってる僕は、この雇用形態謎だなっていうのは思ったりもするんですよね。山崎選手に質問があれば皆さん。あ、久しぶりのポカスターどうでしたかという質問が来てます。あられさん。ああ、めちゃくちゃ懐かしかったですね。よかったですね。よかった。めっちゃよかったですね。2017、18思い出したって、ケン君にも多分来したんですけど。うん。うん、やっぱり懐かしかったし。
猿名古屋さんかな。名古屋にタイトルをもたらせたら道は見えてくるし、絶対山崎選手ならできる。という力強いコメントです。嬉しいですね。ありがとうございます。なんかあるかな、他には。なんかない、他に話したいことあれば。話したいことですか。あと数分。健君に聞きたいこと。でも名古屋もなんかいいチームそうだよね。そうですね。ね。いや、ほんとレベル高いっすよ。レベル高い。レベル高い、高いし。レベル高いのはわかるよ、そりゃ。でもみんなやっぱチームのためにも走るし。うん。まあ、監督もしっかり戦術持ってる監督なんで。うんうんうん。まあ今の順位にそういうのもあって入れてると思いますし。うん。でもうちょっとしたら ACL 始まるんで。うん。チームとしても楽しみだし、個人的にもすごく楽しみです。そうだよね。ACL もあるからね。やっぱこれ徳島サポーターの方が結構見に来てくださってるんでしょう。ポカスタの芝の状態はどうでしたか。いや、俺めちゃくちゃ滑ったんですよ。ケン君、俺、2、3回滑ったんですよ。うん。あんな滑るグラウンドでしたっけ。ああ、でも。水撒いてたのかな、結構。撒いてる、撒いてる、撒いてる。俺、ポカスタあんま滑ったことないんですよね。多分あの日、風ちょっとあったよね。あったんかな。結構、徳島選手も何人か滑ってたんで。うん。で、乾くのが嫌だったから。ああ。そう、多分多めに巻いたかもしれない。いつもよりも。まあ、いい芝生ですけども、俺多分一ちゃん滑ってたんじゃないですか、多分。途中から出てきて。はい。やられましたよ。なんか滑ってたか。別に俺はそんな違和感か。はい、マジっすか。うん。まあ、ホームだからな。やられたな。やられたな。うん。なんか、近くで見ていて、柿谷選手はどんな印象ですか？ああ。いや、今まで見てきた選手で一番うまいっすね。ああ、そう。技術。うん。のところは特に。まあまあ、その言わずもがないやな。いや、トラップがうまいんですよね。うんうんうん。トラップ止める技術がすごいですね。高いですね。それ教わるの？いや、教われないですね、あれは。あれも多分誰もできないんじゃないですか。教わりようがない。はい。あ、それこそ、ケン君とさ、ヨーチョ君結構、あれなんですか、接点あるんですか？あ、俺ね、そう、ユニフォーム交換させていただいて、うん、接点ね、ないのよ、実は。でも、毎年、キャンプ終わって宮崎から帰ってきてからの3週間以内に、だいたいセレッソさんと練習でやらせてもらうの。うん、で、まあそこでやっぱその頻度が、徳島ってやっぱ練習試合組めないじゃん、あんまり。うん、だからまあガンバさんとかセレッソさんとかやる機会が結構頻度としては高いっちゃ高いね。うん、で、なんかそこで練習試合やらせてもらってる時に、なんか徳島いいっすねみたいな、そのリカルドの時も、徳島いいですねみたいな話とかを結構こうさせてもらってる中というか、まあでもそれぐらいの中でしかないっちゃないんだけど、まあ向こうだってあれじゃん、もうほぼ芸能人というか、芸能人さんじゃないですか。そう、だからなかったんだけど、なんかいい本交換しましょうって言っていただいて、いいんすかっていう感じで、すごいなんかめちゃくちゃいい人だった。あ、そんな接点はなかったんですね。試合したぐらいですね。あ、そう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 、別に連絡先知ってるわけでもないし、いや、それこそ実はデートもらえないかなって思ってるんだけど、あ、ちょっと言っときますね。オファー出しといて。どうですか？すごい、すっごい人集まるんじゃないですか。すごい人集まるかもしれない。だから、よいちょくんこそ、ケンくんのことだった、めっちゃいい選手って言ってたんで。あ、本当？いい選手って言ってたし、コメントとかでも結構、インタビューで言ってたから。あ、そうそうそう。どっか接点あんのかなと思って。
なんかそうそう、めっちゃそこでなんか多分名前出してもらってて。ああ、出してましたよね。そうそう。それ見ました、見ました。なんか、いっぱいなんかコメントしていただいてありがとうございます、みたいな話してたら、うん、交換しましょうよ、みたいな言ってもらって。いや、ぜひっていう。もしね、可能ならちょっと。はい、言っときます。お願いします。徳島サポもきっと喜ぶと思いますので。いや、相当喜ぶでしょう。したいこともあるな。話してみたいことあるな、確かに。めちゃくちゃいろんなことを経験してるじゃないですか、やっぱり。ねえ。だからすっごいいっぱいありそう。いや、そうね。1時間じゃ終わんないぐらいありそう。まあ、両方は1時間で終わりますけど。ちょっとじゃあ本当お願いしていい？じゃあはい、言ってきます。ありがとうございます。できるかな、ね、ぜひ皆さんもそんなことがあればきっとまた面白いというか、うん、勉強になることは、僕の勉強になることはまあ間違いないので、うん、両方さんに託します。はい、伝えておきます。ありがとうございます。みんなの思い背負って、みんな思い背負って。そうよ。恩返し、恩返し、恩返し。サポーターへの恩返し。恩返し、恩返し。というわけで、本日は第9回未来の鍵、名古屋グランパス、山崎亮吾選手に来ていただきました。長い時間、亮吾ありがとうございました。ありがとうございました。また、視聴者の皆様もありがとうございました。今後というか、また、来週月曜日ですね、実はありますので、楽しみにしていただけたらなと思います。では終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。